今回は品川駅から行きます。乗って乗って。いつも食べてるやつなの。あ、そうか、高島屋の地下にあるのか。あ、だから安定してる。そっか。ごめんね、そんな中俺酒まで買っちゃった。美味しいね。美味しそう。これはね、チーズ、ちくわ、一本揚げ、うん、舞茸おにぎりと、これ悪魔のおにぎり。ドレッシングは違うの？うん、毎回違う。なんか、あ、なんだ、季節によって。いつも食べてるの、新幹線食べると違う。美味しい。これでしょ、これチーズが入ってる、ほら、すごい大きいね。丸々一本。前回ね、違う、これの別バージョン食べた。前の動画見てみよう。ああいうぐらいに行ってみたかった、これ。うちの店主が悪魔のおにぎりを食べてます。美味しい。これ確かに。悪魔。飲み口に何？なんだっけ。天かすと青のりと何？青のりとおかか。おかかと醤油。美味しい。だからこれのさ、大葉バージョン。悪魔。塩のお米バージョン。ああ、そうかも。それ似てるかも。ポテトチップスだね。似てる。美味しい。あとここやっぱりお米が美味しいよね。このあれかしら。どうやって食べるの？さすがの俺でもこれ一口じゃ入らんと思う。すごいね。だから上をかじってすかさず食べる。
岩路。あ、本当だ、分かんない。そこじゃない、そっち。すげえいい天気。すごい列だよ。これ列なしてる。列をなしてるのかなこれ。すごいすごいすごい。あれ今日警備員さんがいる。またこちらでお世話になります。どうもいいんです。一泊だけですけど、いい天気だっすね。すごいいい天気だね。あのすべてどっちがどっちでしょう。どっち決まってるの。決まってる。そうそうそう、これがあの今日アイスだよ。13時からアイス。あとでね。じゃあね。まだ混んでます。すごいな。おお。わあ。美味しい。美味しい。あ、美味しい。フライドオニオンとかかってるね。これ味玉なんだっけこれ。味玉っぽいよね。うん。うん。あ、おいしいね。なんだこれ。チーズ。ん？チーズ。クリームチーズも少し入ってるのかな。入ってるね。少し濃厚な感じで。フライドオニオンがやっぱり合うね。飲みたい。倒れちゃいそうだ。2、4、6枚だから6枚配分考えちゃう。結構つけていいよね。結構つけた。これぐらいつけてもいけるよね。いける、全然いける。いただきます。いぶりがっことクリームチーズ。おいしじくか。なるほど。これワイン。ワインか。ワイングラス。珍しいイブリがこれを食べてる。見て、なんかもうちょっと携帯ぐらいある。本当だ。伝わる。ちょっとした携帯ぐらいある。最初美味しいよ。もうすっごい、私先週めちゃくちゃ最近ね、骨好きなんだよね。骨好きなんだよね。前回骨がないと思って噛んだら行ってきた。うわ、うまい。あ、そう。わおかけじゃん。おはいおはいきょ。美味しくない？美味しいよね。なんかすごいつけてあると思う。もう下味がめっちゃついてる。これがカツオ節。これ食べてみる。カツオ節？
リームチーズが混ざってる、そうなんだ、美味しそう、美味しい、うん、これ自体にね、これめちゃくちゃ美味しいよ、いいね、麺ポルチーニと、ポルチーニ、うん、ポルチーニがこれで飲めない、これバケットにつけたら、もうすっごいわかる、めちゃくちゃ美味しいよね、これやろう、これね、すごい気になってたの、うん、ほんとすごい、だるまチャーシュー、そう、チャーシューって書いてない、もしもし、今ね、プラスできちゃったよ、無駄でまず取ってありがとう、ピンキーちゃん。あれが有名ですよ。二条。二条よ。あ、美味しそう。箸がね、開いたら食べ頃です。開いたら。そんな食べ方。もうちょっと。初めて。はい。はい。いただきます。ハグしたらドリンクいっぱいもらうだけよ。うまい。めちゃくちゃうまい。うまい。ケンさんありがとう。ピンキーちゃんも食べるよ。やっぱうまいんだ。うまい。うわあ。めっちゃいい。よかったね。もうちょいかな。さすが。レアならこれ。いただきます。はい、あ、いい笑顔、いい、さすが、あ、うまっ、おいしい、これうまい、おいしい、これは、え、これは、うん、ホタルイカと傷口チキンだけは、うん、基本的にやっぱり虫が生食ってダメなんですよ、しゃぶしゃぶも基本的にはダメです、ただその冷凍によって虫殺して、はいはい、なるほど、冷凍処理で殺してから出してるから生でいけるよっていう、その手間が面倒くさすぎてみんなやらない、うん、かもしれんけど、だから普通に鶏とかと同じくくりでやるんやったら、ちょっとレモン多いし、熱そう、値段もそんな安いわけじゃないしな、そうだそうだそんなに安くはない、めっちゃ熱いよ、うん、ありがとう、ブルガリ、ちょっとニンニクが効いてる、そうそう、これね、ここでやったら、うわ、どこやろうな、いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、美味しいでしょ、なんかたこ焼き、そっちだよ、でも面白いよね、じゃあ食べる、うん、私だってほら、かゆくなる、いや、すごいですね、私フレンチと和食のシェフの方すごい尊敬していて、やっぱり全然違うじゃないですか、ウニ醤油、おお、これウニ醤油ってすごい美味しかった、うん、うまっ、うん、うん、これだけでも美味しいよ、ちゃんとホタルイカを出してる、出てます、出てます、次はこっちだね、え、何ここ、こんなところにある、全部すごい、ここ店なの、ライトついた、ライトついた、なんでライトついた、すいません、美味しいよ、これで本当に美味しいよ、味付けやばくない、すごい、3から食べちゃおう、どう？そんな辛くない？そんなに辛くない？お、いや本当に美味しい。
めすぎてはいけません、うん、いや本当に美味しいよね。あの美味しい、まあ、米すぎとかじゃなくて、うん、マジで美味しい。辛いけど全然全然ちょうどいい。本当？本当？美味しいよ。でも美味しいよ。甘辛い。あ、これ美味しいね。いや、ここさっきからずっと美味しいよね。海苔が合いますね。あ、もうちょっと酔っぱらったら全部食べちゃう。